皆さん、おはようございます。<laughs> あの本セッションにお越しあきとうございますあの今日はですねグローバルタレントマネジメント、世界で戦う組織戦略とはということで、かなり多岐にわたるお話になるかもしれませんけれども、いろいろとこのお三方と一緒にですね議論させていただきたいと思いますし、残り10分から15分ぐらに、また皆さんと一緒にえと質疑応答等を含めながらですね議論していきたいと思っております。あのこのテーマを選んだ背景としましまては やはり日本企業様の、えー、と海外売り上け比率は、えーとまあ、日経産のリサーチ者とも50%を超えて特にまあ大企業中心製造業さんなんかもかなり前に50%を超えてますがじゃあその日本以外で成長するということを前提としたときにどういうふうに組織を作っていかなきゃいけないのかと一方で、えー、と日本企業さんの特徴と、まあ、人員構成を見てみると2000年代に結構人員を削減して でリーマンの時にもう一回人員を削減してるんでかなりそいびつな人員構成を抱えたまま、まあ、大体2000年代入社の人が今30代前半よあそうそうそう後半40代前半ぐらいですかねこの方々が10年後部長層になっていくときに日本にあんまり人がいないわけですねでそういった構造を抱えてるともう一方でじゃあ最近の若手は昔から若手は新人類って言われてますけど新人類じゃなくて今ミレニアルズってまた違う言葉がついてるわけですね。 かなり価値観の違う方々が入ってきててでそういう方々と一緒にどうやって世界戦うのかとでかつやっぱり日本企業は特に新卒採用っていう、まあ、ユニークな制度をやってるわけですので、まあ、そういったいろんなこう中で外国人をどう投用していくのか若手をどう投資していくのか。 結構多岐にわたると思いますがそういったことをですね、今日お三方と一緒に、えー、とお話し聞きたいと思ってますで、えーと。まずですね、簡単に自己紹介を含めてなんですけども、じゃあ各社さん、まあ、お三方がじゃあ世界で戦うために今どういうふうなことをチャレンジされているのかということと、まあ、自己紹介を簡単にお一人ずついただきたいなと思っていますのでじゃあ松田さんからよろしいですか。ね。はい 今日、はい、あの結婚式をですね押してあ <laughs> 押してないですよね <laughs> あの午後ですね2時からあの結婚式にあの出る前にちょっとこの場おバーであの話をさせていただきますあの味の素の松澤と申しますえっ、ー、とグローバル人事部という組織名になってますけども一応グローバルのあの H.R. プランニングとまあ日本地区の人事をまあ両方やってるというふうな。 になってます味の素グループはあの今年から3カ年計画が始まったんですけどもあのその中であの今朝もあの話題になりました ESG 投資、えー、まあ投資じゃないですね ESG 目標というものをあの出して、まあ、あの事業を通して社会的な価値あの課題を解決するんだということを目指しておりますでそのためにはイノベーションが必要でそのイノベーションを起こしていくためにはあの多様かつあのレベルの高い人材で 組織を作っていくで、そういう人たちが生き生き働く職場を作るんだということが、まあ、研究あの計画の中の,あの主要課題になっております。でそれをあの実現するために、我々は今あの、働き方改革とか、従業員の健康ですとか、そういうことに投資をしながら、タレントマネジメントをあの推進して、まあ、一人一人の成長を実現して、まあ、それの掛け算によって、 そのイノベーションが実現できるというふうな、非常に遠いというか、長いサイクルを今回し始めたところで、私自身はこれ、非常に大きな実験だと思ってます、ここに投資してしっかり成果を出すというのが、我々の役目かなというふうに思ってますけども、そういう考え方に基づいて、今、さまざまな人事策を打っているというのが、あの我々の会社の今の取り組みと、あるいは一番大きなチャレンジと。 ということでお話をさせてください。ありがとうございます。それ、はい、かよりその一人ひとの個のま生活も含めて成長まあ価値観も含めて向き合いながら成長するんだということです、ね。そうですね。あのまあ、一言で言うとその個人の成長と会社の成長をどう同期させるかというところがですねあの非常にあの一言で言えば我々の一番大きなチャレンジになっています。はい、じゃあ次に。 スイムのコンさん、コンさんあの、はい、最近のフォーブスでベスト c f をね選られてます。今日はあの人事の,領域の立場のお話いただきますがよろしくお願いします。はい。あの、えー、ご紹介いただきましたコンです。まあ実は今フォ、えー、ーブスで今フォーブスの編集長がですね、<laughs> あそこにいらしてですね、あのそちらで選んでいただいたんですが、まああのこの場で話すということも、えー、ちょっとい質かなと思いますけれど、あのまあ。 私自身のまあ会社自体がですね皆さんにとってはちょっと違う形かと思っているんですよね、まあ、アメリカの会社の日本法人ですので、えー、まあそういった立場での話になると思いますが、まずアメリカのほうから話しますと、あのまあアメリカの会社ですが、えー、実は 3M のアメリカ本国での売り上げっていうのは35%しかないんですね、すでに。ですからもう、世界中に行き渡ってまして、60カ国であの生産および あの研究部隊を持っているという状態で後の a、えーえー、他のも含めて100国を超える国でまあ販売活動をやっているという状態ですまあその中で日本は実は、えー、中国に次いで、えー、大きなあのサブになってまして、えー、まあかなり大きなポジションを占めていますで、あの。 これとあと、まあ私自身はいろいろ転職なんかもしてますんで、まあ他の前の会社も外資だったんですけれど、やっぱりそういう観点からの話と、それから 3M で何を取り組んでいるかと、まあ、そういう合わせた形でいろいろお話をしたいと思うんですけれど、ま,あ、まず一つは、ですねやっぱりグローバルといったときにです、ね、やっぱり気にしなきゃいけないのは、えー、全員がグローバル人材になる必要があるんですかっってですねやっぱりあのこれだけ多くの国で働あの、えー、戦っていると、ですねやっぱりその国ごとの勝ち方。 攻め方が違うんですよね。当然のことながら、えー、分かりやすくしてしまうと日本で勝てないんですね。でもう一方で必要なのは、とはいえグローバル全体で横口を通しながら見ていかなきゃいけないというですね。ですから人材の育成の仕方もやっぱりそれぞれ違うと思うんですね。やっぱりローカルで勝つパターンでの人材の育成と、やっぱりグローバルを横口で見る。 ための人材これを両方揃えていかなきゃいけなくて育成の方法も能力もスキルセットも全く違うというですね、まあ、ここを考えていかなきゃいけないのかなとこれは一つ目ですねそれから二つ目は私が特に実、えー、職責も含めてですね強く訴えているのが、えー、共通言語って英語でいいんですかというのをです、ねまあ、絶えず訴えているんですよね。やっぱ会計じゃなきゃいけないんじゃゃゃなななきいいいけですかと 特に日本の会社はそうじゃないですかと。ですねなぜかというとですねやっぱり日本人のコミュニケーションのスタイルはやっぱりすごく曲線的でなかなか結論に行かなくて分かりにくいんですよねで。この話し方をただ言語を英語に直しただけで通じるんですかと。でましてそれネイティブでもないのに曲がりくどーい説明をして絶対伝わらないのかとなると思ってるんですよで。これでもってセカンドランゲッジの、まあ、ネイティブじゃない外国人の人も当然 アメリカ以外ですと英語以外になるわけですけどそういう人たちに通じるんですかとそうすると思考方法もそれから伝えるメッセージも含めてやっぱり数字で物事を語れるというところですねやっぱこれの方がよっぽど英語より大事なんですかとご自身が外資で感じたこと特に 3M でもそうですけどやっぱりコミュニケーションはやっぱり数字で語るが中心なんですよね。 やっぱりこの、えー、プロセスをきちっと入れないと、多分グローバル、特にグローバル人材の方はこれも必須になるわけですよ。数字で物語語れますかと。で、この話でいうと、反対方向で、じゃあローカルの人も、えー、うちでいうと日本の営業マンも、えー、全部数字で語らなきゃいけないんですかと、今、ROE とか言われてますけど、資本コストを計算できなきゃいけないんですかと、全く論外ですよね。 やっぱりお客さんのことをよく分かる営業務の方がよっぽどよくて、英語喋しゃべらなてもいいし、場合によっては ROE 分かんなくてもいいけど、ちゃんとお客さんの要望分かってあの売れる人の方がよっぽど重要なんですよね。だからスキルセットは違うというのと、あとえもう一つは、英語でえごめんなさいえ共通言語は会計であるべき、特に日本企業のように言語自体がえそういう難しい言語であるとしたら会計の方がよっぽど話しやすいですよというですね。最後にですねまあ我々の場合は力を入れているのはやっぱり イノベーシわれ、まあ、我々の基本的なコンセプトはイノベーションはたった1人の脳みその中から生まれるというのが基本ですのでその人たちが特にエンジニアですけれど、まあ、エンジニア限らないんですけど、ね、まあ特にエンジニアを中心しながら脳みそに適切な刺激を与えられるような組織どうしたらいいかとまずグローバルということをまずローカル の積み上げであるというまず考え方とでさらにそれを横腰くっつかるのがまあヘッドコーターの役割で、まあ、この1つのちゃんとした概念をきちんと理解しなきゃいけないということとまあ、共通言語は営業じゃなくて会見なんだとさすがですね、こ、ね、のんね CF の千葉からとまあでもすごくそれは皆さん、仮点がいくんじゃないかなっていう感じがしましたの、ね、でもうちょっとそこはまた深掘りさせていただければと思ってます。じゃあ、小野さん、小野さんもあの人事、今は人事部なんですけどまああの事業を渡りずっといらっしゃった方ですのでまあ、そういった観点も含めてですね 問題意識で語っていただけるとありがたいなと思います。はい、えー、小野でございます。あの総合商社って非常にあの何をやってるのか分かりにくいというふうにお考えお感じになっている方も少なからずいらっしゃると思います。えー、今日の日経にもね、あの総合商社っていうのはどういうビジネスモデルか、日本独特の。 えー、モデルであって、それがあの世界にこうしっかりと浸透しないと株価が上がらない、まあ、ちょっと株価が上がらない証拠部に昨日からちょっと入ってまして、ですね結構あの上半期の,あの決算、情報所持したのに全然株価が反応しないっていうんで、昨日の夜あの夜、えー、安永社長と嘆きながら酒を飲んでいたんですけどもあの、その総合商社ってのはあのは、皆さんの印象の中ではとってもあの、えー、グローバリゼーションが進んでいて、 それでみんなが英語をしゃべってあるいはフランス語をしゃべってスペイン語をしゃべってコミュニケーションしていてなんか外人がいっぱいいるみたいなそんなイメージがあるとすると結構違ってましてですねわりかしあの今事業を展開しているのは66カ国で139営業所を世界中に構えていますでちょっと古いキャッチコピーなんですが 日本で生まれて世界で育った三井物産、こういうあの古いキャッチコピーがあります。これ古いキャッチコピーなんですけども、わりかしあの今のお当社の絵を、実はまあまあ正確に表しているところがあって、えー、世界でグローバリゼーションということでいろんなことで戦っているんですけども、やっぱり思根詳細なんて言葉がありましてね、思根詳細っていうのは、死、武士の死、根、魂、詳細。 武士の魂を持って世界で戦えみたいなですね、なんだかちょんまげをあの言ったあの刀を刺したサプラ侍がグローバリゼーションというその旗を持ちながらですね世界を駆け巡りながらそこであのローカルの年中と手を取り合ってローカライゼーションと一緒にこう縦横をこう、えー、織り成しながらですねビジネスを作っていく。でもその先にはですね、やっぱりこう日本という国がこう垣間見えて。 それで、本社をじゃあ、税金の安いなんとかに移しましょうみたいな発想は、これはポレっぽちしもなくて、やっぱりこう、日本を元気にするんだ、世界を元気にするんだ、いや、もっと言うと、世界を元気にすると日本も元気になるぞっていうような、そんなあのまあ旗をですね、意外にこう胸に持ちながら、世界中を走り回っている連中が、単体で6000人います。 その中でこういわゆる担当というか、総合職というのかな、それは6000人中4800人ぐらいいます、あと1200人ぐらいが事務職と言われる、それがえ三井物産グループっていう、さっき言った世界での展開を考えると、4万3000人ぐらいのグループがあって、その中のえ横串を刺していくっていう、さっき、二さんおっしゃいましたけれども、その機能を本社がえーどんな格好でもってやっていこうか。 それき今日いくつかの,その朝からの,そのパネルも聞いていて、一つの,そのキーワードになっているやっぱりイノベーションという言葉がすごく皆さんお使いになっている。 えー、イノベーションって何なんだろう。これはあのやっぱりこうメーカーさんのイノベーションと、えー、総合商社のイノベーションと違うところもあるし、うん、おそらくあの、えー、行き着くのは人だっていうようなちょっと結論めいた話になりますけれども、その点はすごく近いところもあるだろうし、その辺りがお話をさせていただければなと思います。それともう1個はやっぱりいろんなインダストリーとか、えー、いろんな文化とか、いろんなローカリティーズとか、えー、それが、ねまあのま商品っていう軸と。 地域っていう軸とビジネスモデルっていうこの3つの軸の中でいろんなこの有機的なコネクションがあってつながっていくっていうそのコネクティッドインダストリーズって言葉をさっきセコさんおっしゃってましたけどやっぱりこのコネクティッドっていうその言葉の含むですね深さをコミュニケーションしながら具現化していく作業が えー、イノベーションに繋がってくるかなみたいなところを、えー、考えながらお話を聞いていたしたいです。よろしくお願いします。あのまあ、今お話ししてるまあ多分その日本人が世界戦うっていう多分それを自で言ってるのが勝者かなというふうに思ってますので、うん、まそういう世界の戦い方っていうことをどこまでこうね今新しい変化の中で。 チャレンジされてるのかってまずちょっとお聞きしたいなとと思っってますねでちょっとこれから全体を通してなんですけども、まあ、組織と人、まあ、この2つに分けながらちょっとお聞きしたいなと思うんですで1つが組織に関して言うとですねやっぱりその日本のピラミッド型組織っていうこととさっきからまあイノベーションっていう話がいろいろなきてで、まあ最近はフラットになってあのすごいアジャイルにこうスピードを持って変化していくんだっていう組織が、まあ、世界で生まれてるわけですよね。 でそういった企業と世界戦っていくときに、今の日本の今の仕組み、まさにその、えー、ピラミッド型で命令系統がこう上から下にこう落ちていくような組織というのは、どう戦っていかれるのかなということをちょっと皆さんとお聞きしてみたいですけどちょっと松田さんからぜひえっと組織の変遷って本当に今、激しくて、ですねあの,今年の春に実はコーポレート部門というのを あのグローバルコーポレートとジャパンコーポレートって分けたんですけどもグローバルコーポレートが実は相当でかい500人ぐらいの組織になってしまってこれじゃあかんだろうって言って来年の春にもう1回100人ぐらいの本当のグローバルコーポレートのプランニングっていうところに徹した組織を作ってそこをサポートするコーポレートサービスとまああのいわゆるジャパンコーポレートってものに 再編していここうみたいなことを実はこの3年ぐらいであっち行ったりこっち行ったりしながらやってますけども基本的なコンセプトはえ統率する本社と任された現場っていう考え方に基づいてえ当社ではグローバルガバナンスポリシーというあのまあ言い方をしてるんですけどもそういうガバナンスのまあいわゆる昔でいう臨議決済の仕組みみたいなことをグローバルに統一してそれに基づいて基本的には現場に任せながら ここだけはあの本社が統括していこうというふうな形のやり方をですね今、本当にあの試行錯誤しながら作り上げているところですでそれによってとにかく現場の意思決定のスピードを上げていこうということをやっているんですけども現実的には相当その非公式なその根回しとかも含めてまだまだそのあってですねそこをどこまで本当に外国人とかがトップをやっている 法人等においてしっかり権限維持をしながら漏れのないようにその意思決定をしていくのかっていうふうなところがですねまだまだあの課題がいっぱい残っていると、ただ全体的な考えはなんとなくこう見えてきたかなとちょうど3年前ぐらいですからね日本企業さんでもその日本の本社っていったものをグローバルヘッドコーターと日本支社にこう明確に分けて運用するっていうのがかなり始まってきて。 で今度グローバルヘッドコーターっていうのはどういう機能と人材があってっていうのは結構、過渡期かなとうう思いますまさにチャレンジということですね、うん じじゃゃのテーマでじゃあ先に小野さん聞いてちょっとこの違う世界から見える世界<ー> <laughs> そうですねあのすごくさっきちょっとジャパニーズな企業だっていうあの話をしてうんと思った方もいらっしゃると思うんですけどもえ今、あの正さんおっしゃる通りですねあの法人うのあの世界の法人でトップの現地の人っていうお話をすっとされましたけどうん弊社三井物産においてはですね三井物産の本社と支店のトップってほとんど全員が日本人 なんですよね、この日本人がですね66国に点在してるんですよで、えーまあ、もちろんいろんなあのさっき言った4万3000人の三菱さんグループのトップは特にまあアメリカなんかを中心にですね、えー、その社長は結構現地で、えー、の方に任しちゃってるうーんやっぱりこう、あのー、その業界のプロが比較的そのマーケットの中でもって大体いい想像ができる範囲内でいい人がこう雇える っていいいう国国とと結構難しいお国と分かれちゃいますよねで特にあの商社の場合にはあ例えばこう,こういう商品がブランドで三井印のなんとかなんてかないわけですねだからあの一個一個はこうビジネスモデルとして組み立てていくって格好になるんでかなりやっぱりこう現場に根ざしながらもやっぱりこう東京本社の縦軸の商品軸とコーディネートしながらこう世界で展開していくイメージが。 ありますねだからこう、えー、っとあとその今ピラミッド型の日本型のっていう話を今日さんにファされたけども結構その会社さんによってですね雇えるその、えー、雇っているその人間のスペックとか雇い方がかなり違いますよね。例えば、あのー、G さんにしても 3M さんにしても例えばこう世界のヘッドコーターがあって日本の東京ってのはある意味その日本の法人であって。 ある意味もしかしたら、世界的に言うとブランチなのかもしれないような、いうあれからあのすると、ですねいろんなそのあの採用の仕方がしかたなんですけやっぱりこうあの当社の未遂物産なんかは、ですねやっぱりこう大学新卒、3月1日、広報解禁、6月1日、内定出してもいいよっていう、あの経団連のですね指標に従って取っている人間が、1年間、うちの会200人取るんですけど、本社では。 そのうちやっぱり130人ぐらいはですね6月の前半に泣いてもらうっていうそういうパターンなんですよね。そうすると、あのー、年功序列ってとっても古くてその弊害もいっぱいあると同時にそのこうピラミッドが熟成していくとですね結構その速いスピードでもって組織の伝達が行われる。でもっと言っちゃうとこうあの三角形のピラミッドの中に ちっちゃな三角形がいっぱいこう詰まってるっていうイメージをしてほしいんですけども、そのちっちゃな三角形がどこを取ってもいろんなこう大きさの三角形ができますよね。そんな格好の,あの、えー、とフラクタルな感じの組織構成みたいなのが、とこと伝統的なあの三井物産におけるピラミッドおよびそのピラミッドの柔軟性みたいなそんなところかなっという。 どういう組織がいいんですかといったときに、やっぱりそのビジネス環境と、アジャイルと言いましたけど、アジャイルはすごく曖昧な言なで、そので、スピード感って、何をもってスピード感って言うんですかと、そういうものに合わせていかなきゃいけないと思うんですよね。で、私、発電ビジネスもやったことありますし、消費者の洋服屋さんもやったことあるんですけれども、うタームが全然違うわけですよね、洋服屋さんだともう3ヶ月でも回転しちゃうし、発電だと5年でワンタームなんですよね。 でこれを何をもってしてスピード感ってもう全然スピード感が違うんでそれに合わせてどういうものを組んできますかというのが1つですねそれであの先ほどピラミッド型の組織がうぬんという話もありましたけどピラミッド型の組織はいけないんですかというとですねあまり大きなあのビジネスの変化がなくてですねまあ具体的に言うと洋服屋さんなんですけどねあのちょっと出されちゃうみたいなんで名前は言いにくいんですけど私の職歴を見ていただいてどこだか分かると思うんですけれど。 ものすごくピラミッドなんですよ。その代わりピラミッドの上から現場まで伝わるスピード感が半端なく早いんですよね。でこれを本当に上位下達のスピード感を高めるとすると、やっぱり本当にそのピラミッド型の指示を全部あぐっていうパターンにしないと動かないんですよね。で確かにこれだと全く違う分野に行こうっていうのはすごく難しくなるんですよ。ですからこれはビジネススタイルではあのパターンが一番いいんでしょうと。から。 今度あの現場にどれくらいグローバルカンパニーに任せますか？というところですね。ありがとうございます。あの今やっぱお聞きしてると、やっぱ3社採用のやっぱりそのモデルがあって成功するモデルって確立されてきてて、多分それをこう。今突き進めて今勝負していかれようとしてるんだと思うんですね。で、今日も朝やっぱりコネクティッドインダストリーだっていうことと、やっぱりいろんな多業種と交わっていくんだ。でまあワークスアプリケーションの話なんですけど、新しいヒューっていうものを返する時にやっぱ45%は。 外国人を採用しななきゃいけなかったまあ日本人にそういう人がいなかったっていうまあ結果的にそういうそのモデルを突き詰めていくと結構そのナイ公的な思考っていうんですかね働いていく感性はあると思うんですけどもそういったものと新たなその接点を外部と作っていく時にどんな工夫をされてるのかってなんかこうあればそれちょっと小野さんからいきましょうか。 あの外部との接点しかないんですよねうちの会社あの内側からは何も生まれないというかですねさっきも言ったように密輸しのんとかなんとかロボットみたいなのもありませんしねあの人と人がこうコネクティブしながら新しいビジネスモデルを自分の得意な業界でこう積み上げて作っていくということからすると うん、あのそのネタって、まあ、日本というマーケットはとっても大事なマーケットであのさっきまで日本で生まれたっていうところはとっても大事だと思うしやっぱりあの例えば数年前にあのガルフでオイルが漏れてですね BP と三井物産が大変だなんていう事件があった時にですねあ物産が大変だって。 日本の人に言ってもらえるようなそんなこうあのうちの歌詞「井桁さん」という古いマークがあるんですけど井桁二さんが大変だぞって日本の人たちが思ってくれるようなこう存在感を日本の、えー、国で、えー、しっかりと仕事をしていくったらマーケットのやっぱり大きさとかですねうん人口の少なさ加減っていうのはやっぱりこう、えー、2050年にねやっぱりあのー。 100億人になっていくっていうグローブからするとどうしても限界がありますからどうしても世界でっていう風な話になっていかざるを得ないそうするとえ外部との接点っていうところはまあ,ある意味総合調査のベーシックのなりわいですからそこをこうあえて意識っていうのは実はあんまりしたことはないなと思います。こうそところうこでかなり内部でこう 業種性が高く見えるけれどもその一人一人はかなり外部との連携を意識した個人であるので、うん、まあそこがかなりバリューを発揮していくんだっていうそうですねあのわりかしさっきあのジパングローバリゼーションに戻りますけれども一人一人がこうあのちょっとちょんまげ系な雰囲気という雰囲気で日本人は多いですけどでもね一人一人はかなり。あの ハイーーグローバルなんで英語でできるやつはほとんどでしょうしやっぱりこう育ってくる環境の中でもってやっぱり日本以外の海外との接点っていうのを多かれ少なかれ自分のインダストリーの中でもってすごく強く意識している子の集団っていう感じがあるんでですねあとあのいろんな自分のインダストリーって今言いましたけどもあの総合商社の場合ではこう,うちの場合には16営業本部があって。 その中に、まあ、あの僕は鉄鋼にいたんですけど鉄鋼があったり化学品があったり、まあ、情報作業があったりヘルスケアがあったり自動車があったり船があったり、ね、あるいは本部があったりこういうそのまばらなあのインダストリーの集合体ですのでさっき言った大きなピラミッドの中にそういうその中型の三角形がいっぱいこうあってです、ね、その中型の三角形が各営業本部で。 でそれがいくつかの三角形がつながってもうちょっと大きい三角形になって事業本部になったりっていうようなそんんなな業態なんです、ねはい、あの我々の会社ってあの、まあ、フードビジネスという、まあ、いわゆるあの皆さんがご存知のような味の素のビジネスと B2B、まあの,の素材を売ってるビジネスっていって、まあ、なんとなくそこでだいぶ違うかなっていうふうふに はままず思いますでそれとフードビジネスについてあの言うと、まあ、今はあの我々っていうのは基本的に皆さんに家で料理していただいて素材を買ってきて料理していただいてそれをみんなで一緒に食べるといいよね栄養もあるし楽しく食事できると健康になるよねっていうふうな価値を一生懸命あの訴えてるわけですけどまあ、それをやあの各国でそれぞれやるっていう分には自分たちのリソースで美味しいものを作る。まあ 若干の,その独自素材みたいなものも使いながら実現していくってことを各国各国で食文化とか思考に合わせてやっていくっていうモデルで成功してきたんですけれどもやっぱりこれから将来考えていくともう実は天然素材みたいなことを使った食,食べ物じゃないようなものがどんどん出てくるんじゃないかあるいはそれこそあのもうその人の思考に合わせて料理したものがその家にデリバリーされるみたいな。 えー、フーードサービスができるんじゃないかもうもう例えば外食産業なんかもそういう時代が多分5年から10年で来るだろうというふうなことまで考えると多分今の我々がやってるビジネスモデルっていうのはあのだいぶちっちゃくなっていく可能性があるそんなことを考えると相当あの今,今まであまりお付き合いをしてこ,こなくて済んじゃったようなところと一緒,な一緒に研究をしていかなきゃいけないっていう。 レベルに入ってきてきるんだと思いますで,で先ほどの話を聞いててあの単純に技術者同士でやるのってそれってオープンイノベーションじゃないよねって言われてガツンとなったんですけどやっぱりあの新しいビジネスモデルをどう作っていくかみたいなことにもっともっとやらなきゃいけないでそこはまだまだ本当にあの必要性を感じて少し始めたばっかりなのであのそこが相当課題だなというふうに思ってますし B2B、まあのところについても もうコモディティではもう商売にならないので、どうやってスペシャリティやっていくかっていうことでいうと、やっぱりもう根っこは同じになってきているというふうに思っていますじゃあ、河さんから。はい、えっと、うちの場合は、ですねあの実はもう製品一つ一つでイノベーションを起こしていくっていう考え方なんですね、その事業体であったりとかでもありませんと、またその製品も、ですね日本法人でのオフィシャルな製品数は3万5千件もあるんですよ。 で社内で全ての製品を知っている人はまず存在しないっていうぐらいですね。とまあと、製品1個ずつの,このイノベーションをどうやって起こしていくかといったところが気になるとどうしてもこうエンジニアがです、ね、やっぱり外の人と話していかなきゃいけないというポイントがあるんで外との接点コネクティブテいうのをすごく重視していますであの。イノベーションが起きる基本的な考え方っていうのは我々が考えているのはイノベーションは1人の脳みその中でしか起きませんとです、ねで。だけど同じ 言語を話して同じ専門分野の人がいっから花穴を掘ったとしても穴を深く掘れるかもしれないけど新しいアイデアには絶対に、えー、及びませんと必要なのは良質で異質な刺激が脳みそに入ってでそれで、えー、脳みそがこうガーッと活性化してです、ね、ある日突然アイデアがポって浮かぶというです、ねまあ、こ,この場をすごく大事にするのでそういう場を一生懸命作ろうとしているんですよね。 であの社内でのやり取りももちろんありますしあの社内の場合は実はあの事業分野がたくさんありますんでこの自動車関係をこうサポートしているエンジニアとかマーケーターとかあの文房具ですねポストイットですとかをこうやってる連中とはですねやっぱり全然見方とか考え方は違うわけですねだからこの違う事業部の連中が会うというだけでもかなり違うんで、まあ、これの社内セッションっていうのはもうかなり100回以上ね 社内で行われてますし、あと、社外との接点の中で、実は研究所にですね技術を見せる場所を作ってまして、カスタマーテクニカルセンターというんですけどここにお客さんに来ていただいて、技術を紹介するんですね、製品じゃなくて、そうすると、お客さんが今、何を困ってるかっていう話をしながら、そこでディスカッションをして、新しいアイデアを浮かばせようと、この2つの取り組みで,で、一緒に今、コネクティビティというのを高めてます。はいいありがとうございました まあ場作りりということの重要性という、まあ、そこは多分脳に刺激を与えて異質なものをこう触れて新しいアイデアを生み出していく、まあ、多分人の脳に対してこうかなり働きかけてるんだなということをイメージできましたでちょっと質問を変えてですね今度人のほうに行きたいんですけど、まあ、やっぱお話聞いていくとやっぱ組織の仕組み、まあ、よくタレントマネジメントの仕組みをどうするんだとかそのデータをどうするんだとかって結構言いますけど結局やっぱ最後は皆さん人が何かを起こしてるっていうことにやっぱ帰結されてるなっていう感じがしててじゃあその 何かを生み出す人っていうのをどうやって見つけるんだって結構難しいと思うんですね。あのやっぱり評価は主観は絶対超えれないと思ってますしいろんなそのコンピテンシーでデータは出せますけどじゃあデータがした人が成果が出せるのかどうかって結構それは分かんないとこがありますよね。とした時に皆さんから見ててその人を見るその視点っていうんですかね彼は絶対行くぞ彼女は行くぞっていうその目利きっていうのはどこで見てるのかっていうことですね。 ちょっとじゃあ今度松田さんからいきたいなと思ってます、よろししくお願いします自分が目利きかどうかってことでいうと、甚だ自信がないんですけれども、われわれの仲間といろいろ若い世代でどうやって抜擢するのか、あの選抜研修みたいなこともうちも十何年前から取り組んできていて、じゃあどうやって人選するのみたいなことの中でいうと、キーワードは3つあって、えー、信念、情熱、執着心という、非常にあのあのなんか日本っぽい。 やっぱりそういうものを持っている人間というのは20代の中でまずちゃんと探そうよという,ふうなことで言ってましたでそれとやはりあ,のあるのが、えー、先ほどもちょっと話題にあってたような資産の高さみたいなことなのかなという,ふうに思っていてあの我々今あの働き方改革とかやって四六時中働くことはあの求めてないんですけどもやはり四六時中仕事のことをどっか片隅頭の片隅に置きながらいろんなあの生きているというんですかね。 でそういうことによって仕事にそのインスピレーションを生かしていくってそういうことができてる人ってのがいるとすごくあの光って見えてるなという感じそういう人たちってのはやっぱ若い人でも本当にあの例えば人事のような仕事であっても、えー、人が思いつかないようなことをちゃんと論理的につあの考えて提案してくれるというふうなことができてるそういうことができる人がやはりあの なんて言いますかあの将来楽しみな人かなというふうに思ってみてます。今日ね、グローバルのテーマなんですけど、結構さっきから、ね、日本的なキーワードが随所に出てきてる感じがしますけど、ちょっとそれはちょっと、その点でいうと、ですね、まあ、3つほどあるかなと思ってまして、ね、これはスリームでの例なんですけれどあのま,まず1つはですね、えー、より成長できる人たちをどうやって見ていくかっていうところは。 あの社内ではハイポテンシャルコードっていうのをつけさせるんですよね。でそのハイポテンシャルコード、まあ、将来的にものすごく伸びますよっていうところの評価を直属の上司じゃなくてですね、まあえー、最低2つ飛ばしできれば3つ飛ばしですね、まあ、言ってみたら、えー、役員クラスが選抜するというのを基本的にしてるんですよね。というのはやっぱり上司直属の上司の場合ですと、えー、今与えられている職務を、まあ、最大化っていうのを目的にしますんでやっぱりそこの能力ばかり目にいっちゃうんですよね。 でこれ以外を見ろというのはやっぱり直道女子に言うのはやっぱある意味酷なんでそういう意味で言うと2つ上になるともっと広い視野で物事を見てえそのえ従業員がですね新しいものをチャレンジできるのかどうかといったものの判定ができるというところでまず1つそのコードをつけさせてそれです。 選ぶっていうのがありますねでもう2つ目は、ですねこの評価の仕方が2軸になってまして、これは結構、他社さんも入れてるところだと思いますけど、業績評価と、えー、行動評価ですね、で行動の方はあは、リーダーシップ・ビヘイビアって全く別の指針を与えて、ですね勝ちにこだわってるかとか、ですねあとはイノベーティブな行動をしてるか,とかです、ね、新しいもの、興味を持ってますかって、ですね、えー、この評価を入れて、ですね2軸で評価してあの、昇格であるとか、招集を決めてるというんですね。 3つ目はあの、まあまあ、我々の結構有名な、えー、制度ですけど15%カルチャーというのがありまして、えー、基本的には従,従業員の,その勤務時間の15%は、えー、今やってる仕事と全く関係ないことをやっていいよとで実はそのプラスアルファがあってそれに関しては上司がかかってはいけないってことになってるんですねもうこれはカルチャーとしてるんで、えー、あの評価とか運動にはしてないわけなんですけれど あのもし誰かが従業員がこれ、新しいものをやあの何かにやりたいといったときにです、ね、上司が何しに行くんだといったときにそのときに15%カウチャーでやりますと言ったらその以上聞いてはいけないってまあこういう文化なんですね。ですからまあ自由にいろんな発想を、まあ、より自立性を持たせてやるというのはまあ仕組みの中には入れてあるってこという、ね、ユニークですよね、スリムさんね。 上司が言っちゃいけないんですね。上司が関与しちゃいけないんで。十五パーセントも関与しちゃいけない、ね。だから実はね十五パーセントどうかねあの分かってはいけないんです。<laughs> <laughs> 分かってるとか、ね、分かってるってことはお前測定してるってことだから。あなる,ほどなるほど。測定しちゃいけないものを15作っちゃうんですね。うん、だからあの途中でカルチャーに変えたんですよね。うん、ああ<ー>、うん。だから数字はあんまり意味がないですと。これそのどうですかねまあ中途で来られる方も多いと思うんですけど。 日本企業で働くとそんなカルチャーの中で育ってないじゃないですか、いきなり入ってきたと15%カルチャーは実はこれはあの実践を重んじるっていうことですんで、実は自分がやりたいとてものを殺さないだけであって、やりたくない人を強引にやらせることはできないんですよね。ですから、社内でも生え抜きの人でも使ってない人は結構いますし。まあやっぱその主体性っていうところをどう育むかっていうのは、やっぱりイノベーションの源泉にあるっていうことですね。そうですね、はい、ありました はいまあ、あの人の話ですよね、あの世の中でほ人,人の水意なんてあ,のありがたいっ、えー、と言葉も言ってもらう風土があって、やっぱりき、えー、から繰り返すとおり、勝者って人しかいませんから、えー、この一人一人がどういう格好の,あのチャレンジとイノベーションを、まあ、チャレンジイノベーションってあの日本語でいうと挑戦と創造って。 あの我々訳してますけどもその古くからある DNA である挑戦と創造をいかに、えー、心に持っている若者を育てるかというのが、まあ、あのキーだと思います、あのー、さっき15%の話ありましたけどもある意味あの何であろうがあの仕事してても何やってるか頭の中まで見えませんからかなりその自由な発想でもって今、目の前のルーティーンをパ,パッとうまくこなしてですねでも、俺はこれやりたいんだよなって思ってる人っていっぱいいると思います。で あのー、さっきミレニアル世代の若者っていうキーワードが一つありましたけどもやっぱり僕らの僕らの私は1982年っていうもうねワンサッポーなタイムに、えー、社会人になってるんですけども。 えー、その頃はやっぱりあの大卒、新卒、男子の採用しかなかった、それがもういろんなあの国別も違うし、女性も増えてるし、えー、早く帰らなきゃいけない介護の方もいらっしゃるしっていうんで、あのー、昔はですね本当にあの仕事やねって言ってこと、みんな、はいとかって言って、わーってやってるって、ザッツォール。だけど、今、そういう指示じゃ見れるさえだめですよね。いや やれれってて言われても私は次はどういうそのキャリアパスに向かってえ何をしていくかという具体的なあの指示がないと包括的にやれって言われても分かりません。私の成長を考えてもらってるんでしょうかそんなことでも許されないですよね、物産だいやいや、僕らの頃はは、ね、キャリアパスなんてことはなかったですから、あのとにかく明日に向かって走れっていう。<laughs> <laughs> ところがですね、水井物産も今、明日に向かって走れちゃだめな社員がいっぱいいますね。 だから、あのー、キャリアパスっていう言葉を使うかどうかは別として、やっぱりこういうオルタナティブがあの君の、えー、っと先にはあると思う。で、今、君はこういう時点にいるんで、この辺から頑張ってみると、多分ここ辺にいくと思うよっていうコミュニケーションを結構あの頻繁にしてあげる必要があるような世代になってきてるのかな。だから、あのー、挑戦と創造っていうマクロの目標は同じでも、ですねそこに至るその、 えー、エデュケーションとかコミュニケーションの保護論って結構違ってきてるなというところかなと思いますねあのまさにそうなってくるとですね、まあまあ、コーンさんとかだと上の人が降りてきて見つけるんで多分そこにはコミュニケーションが発生してたりとかするんだと思いますしまさにあの、あ日に向かって、まあ、走れっていうのだとついてこないっていうことはやっぱりまさにそこにコミュニケーションが発生してきてるんだと思います。 でその中で、そういう人をいい人を見つけていかなきゃいけないときに今まで以上にそのリーダーのです、ね、コミュニケーション能力とかそのコーチング能力っていうんですかねであとその個人のキャリアに向き合っていく考えまさに味の沼さんねさっきの,あのキャリアに向き合っていくんだっていうことがより重要視されてる組織になっていくるんじゃないかと思ってるんですけどそういったカルチャーを日本企業にこう僕が見るからあんまりないんですけども 植え付けていくとか作っていくときにどんなチャレンジとかどんな苦労が今あるのかなってちょっとお聞きしてみたいんですけど今ま、ね、ままさに取り組まれていますえっと、まあ、先ほどあの小野さんからもありましたようにわれわれの世代っていうのは組織とか会社へのロイヤリティみたいなもので引っ張れた。 と、まあ、いうのは、要するに我々ってというのが本当に1つや2つの集団にしか属してなかったので、えー、他に別にあの目がくらむ対象がなかったとっいうことだと私は思っているんですね、今の若い世代というのは、会社に属しながらもいろんな集団に属していて、いろんな活動もやっているので、そっちが楽しければそっちに行っちゃうという世代、だからやはりあの会社とか組織ではなかなか引っ張れないので、例えばこの人と一緒に働きたいとか。 ある,あ,のあるいは、えー、この仕事でワクワクするとか、会社のこういうビジョンがすごく自分は共感できるとか、あのそういうもので引っ張っていくしかないんだろうなっていうふうに、個人的には考えてます。ですので、リーダーは何をしなきゃいけないかっていうと、やっぱりそういう意味であの、この人と一緒に働きたいと思ってもらえるか、あるいはその自分たちがやってる仕事の意味みたいなことを常に語り続けるとか。 まあ、あとはあの、やはりもう一つの,あの彼らがすごく求めている専門性を身につけるということに対してきちんとそれに応えていくあの我々もずっともう本当にあの会社に任せとけば大丈夫だよみたいなローテーションしてきたんですけど,どうもやっぱりそれをばっかりやってちゃダメだってこともあって、えー、どこら辺でその専門性ってことを。 明確にしてその専門家にちゃんとなれるよねっていうところを担保するかってところにちょっと方向を少しあの移していかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございました。<う>じゃあ今井監督。はい、えっ、ー、とまあ今の話でね、僕はあのやっぱりその格差性っていうのは問題だと思ってんですよ。これだけ多様化のあの世の中と言われててですね、じゃあその上司のリーダーシップの取り方とかですね、個人のキャリアの考え方が一個ですっていうのはね、これは 間違ってると思いますし特に日本の場合には全然通用しないと思うんですねで僕はあの社内でも今チャレンジしながらやってるのはやっぱり、えー、ずっとうちにも結構いるんですその背、えー、抜き多いですからやっぱり50ぐらいになってですね、えー、お前のキャリアどうするんだって言った時にですね全く頭し真っ白になってですね話せないっていう人が続出するんですけどその人にですね今からですね、まあ、グローバルで戦えるためにどういうスキルつけろってねこういうのが本当にモチベーション上がるんですかと。<laughs> でもその人たちやっぱりすすごく重要なな戦力なんですよだその人たちにはその人たちの,この育て方リードの仕方から若いそのミネマム世代の人たちもやっぱりちょっと違うスタンスが出てくると思うんで指示は言えと言ったとしても指示通り動かなかったりとかねやっぱりその人たちにはその人たちのやり方とかねやっぱりそれぞれ違った形を取ってあげるのが本当の,この多様化の世界だと思うんですよね。 であの今、私どもの日本社の中でも今苦労してるのは実はこの中でもやっぱり本人の思いと違うことをやらせなきゃいけないというです、ね、特に女性ですね、やっぱり女性にやっぱりいやもうあの、うちもやっぱり、まあ、頑張ってもらうからカニ職人みたいな話になると思ってものすごく断固拒否するやつがいる、まあ、この辺はちょっとね、教育しながらやって,ってもらわなきゃいけないと、もう一つはやっぱりグローバルに出てってもらうときですね、やっぱりあの、ね、実は日本はスネーモの中では2番目に大きな。 一社なんですけれの本社のエグゼクティブは外国人結構多いんですよ、韓国人もいますし、ヘッドはスウェーデン人ですし、スウェーデン 3M も韓国 3M も日本よりはるかに小さいんですよね。にもかかわらず、3M ジャパンから出てったやつの一番上っていうのは事業部長が精一杯っぱいんで、ね、これもっと出さなきゃいけないっていうんで、もっと外で出てけっていうのをです、ね、なるべく数称している、この2つのグループに対しては、本人の思いと違うところをこうやっていかなきゃいけないと。 そうじゃない人は今の考え方の中で最大の努力を出すというのを作ってあげるというのは、さらに、場合い役されたシチュエーションはかなり、河野さんが明確になっていらっしゃるので、まあ、かなり機能されているのかなという、今、印象を受けまし河野さんがにもおっしゃったね、やっぱ多様性、ダイバーシティもうこれがあの今の一番のチャンスとピンチの両面を、えー、表す言葉だと思いますね。 あの女性、あるいは宗教がとかあるいはあの国籍がっていう国籍とかジェンダーとかじゃなくてやっぱり一人一人がかなりこうダイフバーシファイドしちゃっているやっぱりこうあの一人一人の属する世界が多様化してますよねだからあの一人一人の例えばこうキャリアに対する見方とか持っていっちゃうとこう時間に対するスピード感がすごく違ってですね ものすごく元気で明るくて根性もあってやる気もあってっていうやつの時間軸がですね僕らがやっぱり若い子を受けると場合によってはすごく短い人が結構いてですねえ30過ぎないと課長にならないんですかすいません僕は29で社長になりたい若干、恐怖なんですけどでもそういう人は結構ねあの弊社にも今います。 で残念ながらですね、えー、と若手の優秀層25歳から35、6歳昔だったら絶対に辞めなかったのになっていうもう幹部構成がですね結構、ポロポロ辞めてっちゃうでどうするんですかって言ったらえちょっとあのボスコンで勉強してから起業します、はい、悪くないですいどと,、ね、とってもいいと思いますよ <laughs> いやでも僕にしてみるとね <laughs> この立場からするとちょっとショックなわけ <laughs> あ,あるいはあのどうするだ起業します。 何やるんだ名刺のさんさんって会社作りましたあ,、ね、あれはうちの卒業生ですからね <laughs> だけど、あのー、そういう連中はやっぱりこう出て行ってそれで、あのー、やっぱりこう,うちの会社のブランドがまだ好きで,でそういう元物産会なんて会があってですねそういう連中がこういろんな水を飲んでいろんな経験してるとまた物産でやりたいなんていうのが出てきてですねそこからまたリクルーティングし直したりしてなんていうあのインアンドアウトも出てくるっていう、まあ、いろんなの多様な時代になったもんだな、あのー、人の密意もいろいろでございます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。あの残り13分になりましたので、ちょっとここから会場に質疑応答の時間をこう移していきたいなと思います。ので、どなたかご質問あれば、はい、じゃあ1番2番という形であの素晴らしいお話ありがとうございます。あのノヴです。イヤキメーカーの代表やってますけども、あのスイスの会社なんですけども、やっぱり対応化が進んでまして、本社の人いろんなご質問いましてですね。で、本社に行った場合にも。 あなたの出身どこっていう質問が意味ないという感じなんですけど、河野さんおっしゃったみたいに、やっぱりそういうところでもって日本人の社員ほとんどいないんですね、まあ、そんな感じで、小野さんにお聞きしたいんですけども、えー、60億画日本の方がヘッドっていう、まあ、その国を引っ張って日本の方々は、どういうふうに育成されたんでしょうか国を引っ張っている人間がどういうふうに育成されたか、さようちっと申し上げたとりですね。 国の,その事務所のトップは今のところほとんど日本人なんですよね。で例えばブラジル三井物産社長土屋、まあ、っていのがいますけど彼らは若い頃からやっぱりサルバトールで勉強プロトガル語の勉強しそこで2年間の文化を学びそこでいろんなコネクションを作り で日本に帰ってきて化学品の仕事をしてからまた今度ブラジルに行って得意なポルトガルを使いながら自分のコネクションを生かしながら多くのブラジル人を使いながらやってるっていうこんなあのパターンが一つあります。このパターンが意外に多いんじゃないでしょうか、ね、実は僕はあの、えー、と人事部長になる前の3年前は上海密輸物産との社長をやってました。2 2年年間間でしたけどやっぱりあの若い頃2年間あの1000 1876年にミスイブスさん旧三井物産できてからですね <laughs> え修行制語学研修院での制度があって、僕はの若い頃三3年目で台湾に行って中国語を勉強して、それからあの北京に駐在したり、台湾に駐在したりしながら、おそらく日本中国語圏10年以上経験しながら鉄工の商売をやっていって、それである日、上海三井物産の社長になっていった。でも、これが本当にファイナルアンサーかといったらそうは思ってなくてですね。 やっぱりあのそのお国とかそのお国でうちが展開していくのが一番こう得意なインダストリーによっては日本人じゃないのはいいっていうケースってあると思います。それはあの、えー、今のところその、えー、と三井物産の世界のオペレーションの中でもって、えー、GM 部長以上のポストって365個あるんですがそのうち今18%、約65人が、えー、現地の人間に変わってます。 これがあの、成長していくと、そういう格好を持ってトップになっていく。ただ、一つあるのは、やっぱりどうしても本社との、お、コネクティビティがすごく強い産業、分野にいるんでですね。総合商社の産業かどうかわかりませんけど、えー。割と日本人がなる傾向は強いのかなっていうのが今の現状でございます。はい。ありがとうございました。じゃあ、2人、ご連続で、あの、ご質問いただいて、どなたに聞きたいのかということ。はい。はい、えー、コモンズ投資のいいと申します。今日はありがとうございます。えっと、今朝にお伺いしたいんですが、えっと。 G ですとコアバリューがありましたし 3M ですと3つのビジョンとかあると思いますけれどもそういった企業理念とかをグローバルでやっぱり浸透させるそれぞれの地域で違った文化があると思いますがそういった中でのご苦労ですとか実はグローバル企業はこういった形でうまくやってるとかっていうのがあったら教えていただきたいと思います。 今日は色々お話ありがとうございましたあのなかなかあの肝は教えていただけないなと思いながらちょっとお話を聞いていたんですがあの実は私、去年16の世界のビジネススクールを回ったんですけど私もちょっと人材育成のことをさせていただいてまして幹部人材のところやってるんですけれどもやっぱり圧倒的にそこに行ってお会いするのは日本の商社の方ですね三井物産、中澤さんとかあのスタンフォードでお会いしましたし。 の後ニューヨーク行かれたと思うんですけどあの、まあ、本当にあのやっぱり特にあの、まあ、三井物産さんと三菱商事。 圧倒的にありますねだから、まあ、あの教育のところでやっぱり世界で勝つための人材育成っていうところなんですが、まあ、そういう中でもあの、まあ、日本人が世界で戦うために、まあ、戦ってる相手を出すって、まあ、ちょっとあの習って私たちも今年から送り始めたんですけどエグゼクティブエデュケーションの方にですねみんなバラバラに一人で行ってきなさいっていうことで送っていますがあの今日お話に出てたあのやっぱり、まあ、例えば数字 っていうお話もありましたですね数字に強いという、まあ、数字で語れる人を作るとかそのやはり世界でのやっぱり交渉ができる人、まあ、三芳さん,さんだったらまさにそういうところだと思うんですけれどもあのそういうところでの教育をされる時に何かその教育のメソドロジーというのは、まあ、特に女性の教育というのは学校では差が出ないんですけど。 企業に入ってから差が出るっていうのはこれ LG の副会長も言ってたんですけどね入社するときはもう全員日本人あの女性取ったほうがいいぐらいっていうところなんですがそういうところでもなかなかやっぱり現場とかその会社の中でのエディケーションで差が出てしまうというところがあるんですがそういうところで何か工夫をしておられるところがあればちょっとあのお一人に絞るのはあれなんですけどあ最初のはいありがとうございます。えー、まさに実は今 ご指摘いただいたところはですね日本企業とアメリカ企業の大きな違いかなというところが見えていてですねま,あまずあのアメリカ系の企業でいうと実は 3M はあのビジョン3つあるんですけれどえあれよりももっと重視しているのはリーダーシップビヘイビアといって6個のビヘイビアがあってプレイトゥウインですとかイノベーティブとかまあそういう行動パターンなんですね。GE バリューとそのリーダーシップビヘイビアってえ少し似ているところがあってよく見るとですね日本的な経営理念じゃないんですよ行動スタイルなんですよね。 で行動スタイルでこういう行動を取れっていうのをこうグローバルに統一化させちゃってるんですよねですからまあ頭とハートという形で言うと頭で判断してるとこだけで統一化するっていうのをかけてるわけですねでこれをすると、まあ、ハートの部分言ってみたら宗教が違うとかですね価値観が違うっていうところを除いてで会社としてこれをやらなきゃいけないってタスクベースで考えとれば統一できるんですね。ところが日本企業の場合には応じて私が感じるのは経営理念というものがですね割とハートが入っちゃってるんですよね。 でハートが入っちゃってるものを、えー、外国人であったりとか違う文化の人にこれと同じ文化を持てっていうのはこれ結構バーが高いんじゃないですかとで言葉としてはね同じような、ね、あのミッションとかバリューとかをこう使ってるんですけど中身的にはもう日本人から見るとね、まあ、両方見てる場合は確かにと大きな差があってねだからこれ本当に海外に行く時は多分日本式の経理念をそのまま同じ型で行くのは難しいんじゃないですかっていうのは私の印象ですねねいです、ね、今のね。 じゃあ2つ目の肝のを教えてほしいってお話だったんで、もう、ちょっとじゃあ、増田さんからじゃあ、<laughs> <laughs> うちはやっぱり、そういう外部派遣っていうのはあんまり行れてなくて、せいぜいそのグローバルレベルの,そのコンテンツを日本人と外国人が一緒にまあ学ぶ場を作るというところに、人材育成っいうことでいうと、注力しています。 えーまあ、これからもうちょっとそういうことに投資をしていかなきゃいけないと思ってますまだそのレベルですであと女性の話がありましたけども私自身はその学ぶというところにおいて女性と男性の差があるかなってことについてはそんなにかん感じてなくてどちらかというとやっぱ経験の差みたいなところ経験を積んでいくところでの,あのいろんな意味でのハードルみたいなことによるあのハンデがこう積み重なって ているのかなとですから、そこをどう解き放てるかってことが、これから女性をもっとあの活躍していただくためのポイントかなというふうに思いながら、実はキャリアを考えています。 あの今、エグゼクティブエデュケーションの、ね、お話もされてましたけども、うん、やっぱり年間40人ぐらいは海外の委員に出してます、たまたまあの僕はあのウォートン10年ぐらい前ですよね、あのペンシルベニア大学のウォートンスクールで、その同級生がそこにいらっしゃるあの早川さんって、あの、定人の,あの常務人事総務本部長。 やられている方で、まあ、今でもお付き合いがあって、明日もゴール、たぶん一緒なんですけど <laughs>、いうような格好で、もっとのお研修をやっているのと、あと若手の,あの派遣ということで、えー、っと毎年大体入社して、えー、っと3、4年目からんと5、6年目まで、この辺の若い連中をおいろんな分類に分けてますけども、えー、50人ぐらい、世界中に非英語圏です。 に派遣しますこれ、就業生っと言ってますけども、その他に各領域の部門の研修員っていうのが年間50人ぐらい出てるんで、大体、若手が100人ぐらい、海外に研修目的で出ていく。 でえー、とエグゼペディケーションが40人ぐらい、いろんなあの、まあ、ヨーロッパにしてもアメリカにしても出ている、で、オントップで、あのボストンで、えー、と年に1回、これはあの4週間ぐらいのプログラムですけども、ハーバードビジネススクールとタイアップしてカスタマイズドプログラムを作って、ミ、え、ス、ー・イブさんとハーバードでプログラムを作って、そこにあの、えー、と30代後半ぐらいの連中を20人ぐらいと、えー、ジョイントベンチャーのパートナー、これはあの日本人に限らず、世界中から。 それと、世界中で働いているミスイブさんのナショナルスタッフ、これを全部入れて40人ぐらいをですねカスタマイズプログラムで送っているというような研修もやっております。ただ、あの本音を言うと、そこで勉強することはスキルとか、ですねプールにはなっても、そ,もそ,もその人のそのものの人間性に対する教育にはあまりならずにですね。 えー、本当にそのを育てるのはもうつまらない会となっちゃうんですけどね OJT ですもう仕事を通じて修羅場土壇場少年場この三つを経験する以外人間は育ちませんじゃ出てきますね言葉やっぱり <laughs> じゃあ,あのも,ししもう一人ぐらいかもしれませんけどどうなんだったじゃあいいですか松本さんはい、えー、ラクスルの松本ですあのべん、えー、今、えー ワークスアプリケーションで45%海外の人材であの楽天さんも今エンジニアほとんどあの海外になってて我々もあのドメスティックビジネスなんですがエンジニア採用という観点で行った時にもう日本に人がいなくなってきて取れなくなってドメスティックなんだけれどもグローバル人材を取らざるを得ない状況になってきて新卒実際我々半分海外の人間新卒取ってますでそういう中であの日本で事業をする上で海外人材のマネージメントをした時にあのこのうまく パフォーマンスを出していく全社とのコラボレーションをうまくやっていくにはどういうティップス、あのどういうふうにやっていけばいいか、あのそのあたりあの教えていただければと思います。特にどなたかってありますか<あ>答えていただける方で。ああ、じゃあどなたか。じゃあ今回、ね。あの、まあうちに外資なんで外人にたくさん入ってくるんですけれど、えー、実はすごく苦労してます。だから日本の 法人で外国人、えー、結構取ってで,す、ね、でまあ基本は日本語喋れなきゃいけないんで大体日本に大学、まあ、最低限大学出てる場合によっては大学と大学に行きましたって人が入ってくるんですけれどやっぱりここで見,見えてくるところの問題ってやっぱり日本の中でやろうとするとやっぱり日本の本当にさっきの話じゃないけどハートを完璧に入れないとだめなのかなというところがあってですねこの場は結構高いんですよね。 で逆にですねあのアメリカの友人で,ですねえと生まれがインドで,ですねアメリカに行ったやつという話を聞くとですね彼らはですね特にアメリカに成功したやつらっていうのはえことごとくインドを捨てにかかってるんですよね。インドのアクセントもことごとく直したりとかですね例えばアメリカフットボールの試合を見るとですねまあアメリカしてる人はあれでしょうけども仕事中だろうが会議中だろうがみんなフットボール見ちゃうんですよねでもより積極的に応援するとかですね。 その中ほ他の人以上にここに入り込もうということが違うところに入ってくるのが勝ちパターンなんでだから日本,日本はやっぱり文化変わらないですからやっぱ日本で成功させるためにはじゃあ日本の文化を受け入れてくれるのというところもある程度入れながら、ね、やるというのが一つの肝なのかなという気がするんですけどね。 ありがとうございましたあのもう残り20秒ぐらいになってましたので、ちょっと最後に説明させていただきますが、やはりあのこのグローバルの話をすると、なんか日本人が世界の、まあ、グローバル化していくとか、日本人じゃない形になっていくっていうことをこう、まず想起していくんですけど、やっぱり今日も議論していくと、日本的な考え方、価値観みたいなものとか、戦い方、まあ、それがやっぱりその事業のモデルっていうんですかね、会社の勝ち方とやっぱり密接につながってるので、そこにいろんな異物とか、いろんな海外の仕組みを入れても、それは機能しないことはしない。 逆に言うとそのモデルを生かす仕組みはどう作らなきゃいけないのかということとモデルで生きる人材をどう見つけて生かすっていう、まあ、そこに尽きていくのかなということをやっぱり今日改めてですねあのお三方とお話ししながら感じましたで多分これからまたどんどん世界が変わっていく中でお三方、また新しいチャレンジが生まれてきますし皆さん、またいろんなチャレンジが生まれてくると思いますのでまたいろいろとこう違う形でディスカッションできればと思っております。今日はあのありがとうございました 皆さん、お三方に改めて拍手をお願いします。